うわ、怖い。よし、やっていきましょう。ネバーオープンザドアっていうフリーホラーゲームをやっていきたいと思います。で、ゲームのページによると、サムっていう人が新しい家に引っ越してきたら、なんか奇妙な日記を見つけた。あ、これがそう。まあ、とりあえずね、早速やっていきたいと思います。スタート。あ、早い早い。あとでちょっとこれ機械翻訳しよう。あ、なんか眠れない的な感じかな。あ、夜中だね。おーっと、うん。OK。始まった？おお、もういるんだけど。さっきの人形。あ、なんか落とした？寝たのかな？お、始まったね。よし。よしと。とりあえず、あ、ミークイックでズーム。ちょっと探索しようか。なんか落とした？走りはないんだ。だから隠れるゲーとかではないんだな。探索な感じ？あ、F だ、F。F で開けるんだ。OK。あ。なんかちょっと調べる？ここダメか。どこだろう、玄関。こっちはキッチンっぽいね。特に何もない。なんか不気味だな。急に来ないで。あ、ここにいたんじゃない？これか。これちょっと機械翻訳。なんだろう。まあ結構でかい家を、うわ。結構でかい家を購入したんだな。あ、これもか。まだ2階、作り途中なのか？ただ行くよね、これは。開くね。ここはシャワーか。じゃ、ちょっと1階とか軽く探索したら行ってみようか。これは、特に何もない。これ、壁紙か。あ、これあれじゃない？見えてたやつ。あ、一応ロックされてた。いや、開いてるね。一応外あるよ。誰かいる。だけど出れないね。ちょっと開けっぱなししとこう。じゃあ2階に行くか。いや、ここあるな。でか、テレビ。ここはあれかな？書斎的な？あ。あ、ほんとだ。いつの間に？誰？誰かいるな。これ読んだっけ？ああ、なんか、やったぜみたいな。気に入るぜみたいな。なに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 ？何よ？なんかいた今？え、今暗くて見えてなかった。いる！ここにいるぞ。いる？あー、まただ！え？なんだなんだなんだ？彼女のために家を買ったのに、彼女は他の別な人と結婚するんだって。はーい。もしもーし。あ、もしもし。いらっしゃいませ。
はいよ。開けっぱなしにしたけどね。はーい。ちょっと2階気になるな。行ってみたい。はーい。いや、開けっぱなしにしたよ。誰もいないね。あー、いる！誰かいる！もしもし？ちょっと暗くて見えない。なんか今、ポリースとか。もしもし。あ、これ女性じゃない？これ大丈夫？閉めとくわ。何だったんだ。あ、キッチン？キッチンに行く前に、2階行ってみていいかな。死んだりして。いけるね。登ってるけど。あ、何もない。ただ、うわ、パチクリ。誰かいる？おもちゃがある。ただ、フラッシュライトとかないからな。これなんだ？材料か。なんかあっちにある。あ、これあれだ。なんか家が見える。壁がない。どんな家？じゃ、ちょっとキッチンに行って、電話。警察に電話するか。走れないからね。あれ？あそこにあったっけ？ろうそく。あれ？ない？うわ、なんだなんだ。ないないない。来る？で、まただ。おー、ちょっと地味にびっくりした。パーフェクト。黒魔術の本。おー、なんかおばあちゃんが、なんか持ってるとか。そして、あ！来る？とりあえず、さっき、シャールもあったから、そこで、鍵。そして、電気か。あったね。うん。取った。取って、開かないドアがあった。ここはやったか。電気はちょっとやばいね。取り替えないといけない。ここだ。あ、ここ何の部屋？行ってなかったね。暗くて、かわいい。あ、下がある。ここじゃないか？何かある。これ何？血？ここの部屋じゃない？開く。うわー、血がある。お、なに？なになになに？何の音？なに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 ？なになになに？なんかいっぱいいる。なんか見てる。もしもし？なんか来るかな？今なんて書いてあった？字幕。びっくりしすぎて。これなんですか？あ、これがショートしたんだ。あれね、ブレーカーね。そう、ちょっと戻る。これは関係ない。あ、こっちあるな。もしもし？動かないでね。動かないでね。あ、これ、風で揺れてる？風？あ、またこれか。2006年か。え、祖母の魂を呼んだ？なんてことしてくれたんだ。音楽怖いな。お、誰かいる？うわー、いるじゃん。え、いた？さっきいた？動いてんな。あ、さっきのやつ動いたね。ちょっと帰る。
怖い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 。とりあえずちょっと1階を探索しよう。怖いな。いませんように。いる？追ってくるとかじゃないんだな。これは見たよね。ここあれだもんね。やばいな。ちょっと油断してたな。結構怖いぞ。点滅危ないからね。あ、上か。2階行ってみるか。あ、いる。ここじゃないか。てかいる。なんか見えない見えない見えない。終わった。いる。え、こっち導かれてる。うわいる。もしもし。あ、フラッシュライトある。取って。フラッシュライトってどうやって使うんだ。あ、Eボタン。やっと明るい。あ、うわマジで。そういうこと。あ、やっと見えるね。なんか最初さあ、こんな感じのホラーゲームかと思ってさ、舐めたよね。ああ、黒魔術で何かこう召喚して元結婚相手を殺させた。マジかよ。そんな家で、ここベランダだ。うん、やっと見えた。あ、ベランダなんかあった。ないね。いる？いやー結構怖いな。不気味だな。Eボタンね。あー、やっぱこっち下か。ここはないね。いやー生き延びることできる？ただ走るとかじゃないよね。うん、走れないか。うわー、いたなー。入ってきてるよ普通に。玄関から入ってきた。うん、へい。ちょっとあと追ってっか。なぜ人ん家でびっくりしないでよ。どこだ。あ、さっきのところか。あの屋敷か。下か。下じゃないか。ここか。1階か。これ電話じゃない。こっちか。わお。あー、またあった。増えてる。これ増えてるよね。7人の魂を犠牲にした。で、これは読んだはず。多分ね。ただ、こっちに来て、変化あったから、ちょっとこっち行くか。戻るか。うわー！いやー、ちょっ！いや、今の、でもちょっと見たかったな。びっくりした、今。逃げる逃げる逃げる。あー、終われんのかと思ったよ。今のもうちょっとさ、近くで見てみたいよね。うん。実況者として。いや。絵的に見てみて。はぁ。なんだ集まってんの？出させてくんないの？出れないんだよね、多分。だからこのカセットを、テレビ、テレビどこ？ここだ。なになになに？なんか映ってる。あ、実写実写実写。実写じゃない今の。ちょっと、もうちょっとこう。あー、やだやだ。
スナッフビデオだっけ。それ、それダメだよ。おお、実習怖。あ、これダメなんだ、あの。え、これ終わり？あ、最初戻ったね。と見せかけてくる。お。あ、ちょっといいケツですね。あ、なんでもです。女性、もしもし？消えた。おお、怖え。でなんで止まった？はい、どこだろう、ここか、これだな。はい、もしもし。 Can you see me? はい。 Hello? ハロー。 Can you find me? はい。 Can you find me? うん。I'm here. はい。Behind you, look. やだ、やだ。Behind you. やだ。I'm behind you. I'm right behind you. いる。Don't be scared. I just want to play a game with you. あ、びっくりした。Hey, don't you run away. Please stay. Stay with me. If you don't come play with me, then we will kill you. あ、怖え。やめて、やめて。殺さないで。落ち着いて。早い。うわぁ。怖え。後ろいないよね。こっちは関係ないか。ここは関係ないね。ここもテレビあったね。あ、はい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 、はい、待って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 、早いな。なぜ消えた。シャワーは大丈夫。いや、もう帰ろ。いるねえ、みんないるねえ。帰っていい？いや、いる！もしもし！あ、なんかノート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 。いっぱいいる！あ、動けるよ。誰？でも何もしてこないね。ああ、見てる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 。これを読めと。いきます。読んだよ。で、帰ろうとすると来そう。なんだなんだ、何の音？何何何何何？うわぁ！やべえ。もしもし。かかかかか。うわー、いっぱいいる。あ、しかも奥にいる。読めた。読みますよ。こっち行けない。あ、やっぱそうだ。来る。うわ、あー、あー、びっくりする。あ、いる、いる。すんげえ顔。何もできない。来ないで。やめて。
ああ夢だった。いや、と見せかけてくるんじゃないか、これ。怖い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 。ニュースチャンネル。あ、おお、なになになに、実写、そこだけ実写。あ、夢だった。うん、すげえリアルだった。うん、ちょっとコーヒー飲んどこう。うわ、いる。もしもし。最後ヘビメタ。いや、結構怖かったね。うん、いや、油断したよ。こういうのすげえ怖い。はい、というわけで今回はこれで終わりたいと思います。もしね、この動画が面白いと思ったら評価とチャンネル登録よろしくお願いします。そしてこのゲームのダウンロードは下の説明欄、概要欄から飛べるんで、ぜひとも遊んでみてください。では。